ヤッホードラホー勝ちましたーよしいや、今日の勝ちは、なんかでかいね、小笠原さんがいきなりのね、アクシデントで、まあ1点取られて、いきなり2回からね、続投という、地獄のようなシチュエーションだったんですけど、いやー、祖父江さん、よく抑えてくれた、そしてね、後から出てくるね、あのピッチャー陣もバシッと抑えてくれて。 ライデルに繋そしてですあの川越さんにもドカンと一発出ましてねその前ですねあの大島洋平さんと高橋周平さんとそのまあ木野くさんもあのこの3人で取ったね1点がね、まあ、同点そして川越さんで逆転と今日これ勝ったのでかいんじゃない いやーねあの再会争いだとかねまあ、揶揄されてますけど逆天王山とか言われてますけど全然なんか嬉しい今日のは嬉しいねいや嬉しいいやもうねもうこういう勝ちにね貪欲な姿勢でいってほしいいってくれイケイケドラゴンズ